さあやってまいりましょうか。リトルナイトメアパート10、ついに2桁パートやってきましたね。前回はね、もう顔なしの軍団に襲われまくって引き殺されたというところでね、早速レベンジ目指せ、一発クリア。走れ顔なし第1号、顔なし第2号、そして顔なし第3号迫ってきた。行け、走れ、登る、あ、やばい、引っかかった。うお、めちゃめちゃ数いる。逃げろ、走れ。で、ここをまっすぐ行ったら潰されるから下に行く。そして右、走れ。 OK、 いいね、いいタンス。やばい、引っかかる。だが飛び込む、登れ、やばい、ちょっと下の方に。めちゃめちゃいんな、こいつら。普通に歩くことできないのかな。お、行け、ふい、あ、落ちてた、行った、バイバイ。よく見たら奥の方でもまだ歩いてるやついるね。これは戻れないのかな。あおれ、ういういうい、あ、すげえ、平常運転にもう戻ってる。もうリトルに興味がないっていう話になるかな。はい、オッケー、無事にね、逃げることができた。はぁ、一発クリア、自信すぎだったけど助かった。えい、あー、やばい、またお腹すく時間か、また腹痛か。こいつ新陳代謝悪くねって、悪くねってか良すぎるのか、逆に良すぎるからめちゃめちゃお腹すくの早いよね。うん、で、この毎回お腹がすく演出の時にこう、なんて言うんだろう、言って長い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 、早くすく長っ。この電気がピカ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 になるのが何なんだろうな、すごい気になるね。うん、お、仲間いいんじゃん。あ、ソーセージくれる、ありがとう、いただきます。ん、は、なんで、ちょっと待って、そっちじゃないでしょ。違う、え、ソーセージ食える。うわー、仲間食ってる、嘘、いやー、ナイトメア、ほー、掴めないし抱っこできない、ソーセージ食べない、ぶん投げる、マジで、そっち側になるのか。あらー。皆さん、グロ注意。終わったけど。ほー。いや、まさかね、そんなことになるとは思わなかったな。はー。仲間食っちまったよ。あ、そう。登ろう。チン。お、ミランダ、マザーミランダだ。あいつ今歩いてなかったよね、ふわふわしてなかった。やば、ついに武空術を覚えてるやつが出てきた。あいつから最後逃げるっていうのがパートになってくるのかな。で、あのままエレベーター、次進むとこもなさそうだし、あ、カンカンある。じゃ、こいつでエレベーターを開けて、あいつを追いかけていくっていうオチになるということですね。じゃあ次進んでいきましょうか。この目玉の正体にも気になるけどね、実は、まあ、あの、なんかマザーミランダを操ってたのが実は目玉親父でしたっていう、おい、ミランダ、お前行くぞみたいなね、そんなオチなのかなと思って、あ、あれ、ちょっと待って、捨てちゃった。はい、実績6解除。はい、ゲスト。じゃあ次どんどんね、登っていきましょうか。さーて、今のでチャプター4が終わったくらいになるのかなってことは、まあ、次がラストパートで、さっき出てきた着物のおばちゃんが、まあ、どうなんだろうね、ラスボス的なやつなのかな。あいつから逃げたら、このゲームクリアとか、そういうオチになってくるのかな。だってね、もう、ボリューム的にもだいぶ落ち着いてきたもんね。登ると、おうおうおう。で、あれ、コックがまた、登ってくるとか、あれ、この絵って、あ、目玉か。なんかあの、リトルくんが被ってる、なんかあの、レインコートのあれに似てたからね。とか、待って、ちょっと待って。で、なんか蚊の声が、うわ、めっちゃ肖像が、なんかあれみたい。ハリー・ポッター。ちょ、待って。すげえ怖いんだけど。なんかこれまで違う怖さがある。歌ってるし、ずっと誰か。待って、声近い、声が近い。え、
これ隣の部屋にいるとかなのかな。とりあえずなんか抜き道を探す、多分まともに行ったら捕まって終わるだと思うんで、でも行けるとこも、ああちょっと落ちた、まあいいか、とりあえずでも隣の部屋にいるっぽいな、隣の部屋に行って貞子じゃん、もう貞子っちゅうか何だったっけ、あの貞子のお母さん、山村貞子のお母さんだよね。このまま行っても大丈夫、まあ後ろ向いてるもんね。どうちょっと待って、うおおおおおおおびっくりした、びっくりした、おーこおおおおおおまさかあの距離で、ええ浮かされただけだけど、げびっ汗、でもどうすりゃいいんだろう、あれかな、しゃがんでいくってやつなのかな、この曲何で、なんでバレた鏡ずっと見てんの、私鏡見たくないとか、どっかの女王様は鏡を鏡を鏡さんって言ってるけど、おおびっくりした、あこれあバレてなさそう、しんちゃんしんちゃん、わあ曲も鼻歌も怖えし、ドクドクっての怖えし、ただあの壊す人形ちゃんがあるよね、あれどうしたらいいんだろう、あとバレてないバレてない、おー緊張する、おー緊張する、リトルナイトメアってホラーゲームだったんだ、怖ー、びっくりした、さっきのなんか肖像画がなんかがある、なんか隠しアイテム的なのない、特になさそうかな、なんか抜け道で違うとこに行けるとこもなさそうだし、なんかあの肖像画すげー気になるんだよな、うわーなんか耳鳴りキーンってしてるな、なんか何もなさげで、ベッドの下、あ、なるほどね、ここが隠れスポット、もしくはあのなんか壺があるところが隠れスポットっていうところかな、これでもどうしたらいいんだろうな、あの鍵見つけなきゃいけない、多分この部屋のどっかに鍵あるんだろうな、タンス登ってみる、あ、いけるね、あれ引っかかって、あれちょっと登れない、違うところ登れない、あれ登れないな、ずっと歌ってんな、このずっと歌ってんのがマジで怖いんだよね、スライディング、でも特になんかこれ引っ張れるような、あ、登れた、登って、あ、この押せる、あ、なるほどね、あ、やべえ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 、隠れろ隠れろ、静かに静かに静かに、音立てるよ、声を出すな、ミラーのとこ来る来ない来る来ない、ちょっと一瞬でさ、それさ、なんかこれまでの敵ってさ、音立てたらさ、ウェーとかさ、グフーとか言ってさ、追っかけてくるじゃん、来ないよね、慎重に慎重に、一旦取ったら来るとかってよく別のゲームだったりするから、一旦待機、来ないかな、来ない、さすがに死に込み、いないね、わー鏡バリバリじゃん、マジか、ということで平常運転に戻ってやっていきましょう。とりあえず俺はあの上にある人形をバリバリやって、てかこの上にある人形とマザーミランダって同一人物なのかな、そのマザーミランダをモチーフにした人形っていうところなのかな、コーヒー飲む、今日はスタバのコーヒーです、どうでもいい報告、とりあえず登って、あーちょっとレセムトレが邪魔やな、むずっ、ほいほい、よし OK で、これで音立ててくるとかって落ちないよね、大丈夫だよね、これでセーブポイントなのかな、よし行こう、これ行ったらこうなんか先待ちわびて、わあなんかタンスの中からバーンって待ってたわよーとか言って追っかけてくるとか、そういう落ちはなさそう、よかった、あ、やばいやばい、ドア、これドア閉まったら積む、ドア閉まったら積む、積まないように積まないように、そうそう戻ってくる、オッケー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 、じゃあホグワーツ城を抜けまして、ではなんかもう和風と洋風むちゃくちゃになってるよね、なんか世界観がね、どっちつかずのなんか部屋の割り当てになってるよね、うん、まあいいんだけどさ、急になんかバイオの洋館っぽくなってるけど、じゃあカチャポンで、これを走ってってたらなんか敵が出てくるとかって落ちも特に今のところね、やばいやばいやばい、逃げろ、どう来たよ、やばいよ、なんか顔
白いよ。やばい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 。スライディング。おお、危ねえ。これでも あいつのことだから、まだ走ってなかったし、なんかすり抜けて追っかけてくんじゃねえの。やばいやばいやばい。なんか今までとリトルの走り方が違う。走れ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 。逃げろ逃げろ。やばいよ。え、やばいよ。何この無駄に広い部屋。てか、マネキンにか紛れて隠れてるとかって落ち。へぇ、やばいやばいやばい。あー、ちょっと、早く開けて。来る前に。絶対あいつ紛れてんじゃない。おー、とりあえずここまで来たら、ひとまず安心か。何もない。待って待って、リトルの息がすげえ荒くなってんだけど、はぁはぁはぁ言ってる。ん？登る。なんか上にバンって、あ、なんか逃げれる。ん？これ。ん？これ。落ちちゃった。何これ？掴めたよね。鏡？割れない。お、あれをじゃあ持っていくのかな？これ、なんか武器として使う。使えよ的な感じなのかな。じゃあ持っていきましょう。ほい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 。ほいほいほい。でもこれなんかアイテムとして使う。いるよねーいるよねー。どうすんのこれ。でも向かっていかないといけないよな。あ、バレた？音的にバレてるっぽいよね。うわあ、振り向いてる。やばいやばいやばい。どうしたらいい？どうしたらいい？スポットライト。いや、あの光の中に入ったらやばいやつだ。あの石化させられちゃうやつじゃないか。おぉ！一瞬！逆か。わかった。ゼルダの伝説方式や。ガロンドルフが放ってくる砲弾を跳ね返すみたいな感じで、こう縦構えて、やるタイプのやつや。これ、きっとそうや。ってことは、あのスポットライトの下に行って、鏡を当て続けて、跳ね返すみたいな、そういうやり方になるだろうな、きっと。オッケーオッケー、わかったわかった。じゃ、スポットライト来た。ほい。で、どっから来る？来るか？来た！おお、そうだ、そうだ、やっぱり。よーい！なんか急にゲーム変わってないこれ。今まで逃げるのが急に戦う芸になってるし。次スポットライトどこ？早く早く。あった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 。入れ、早く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 。さあ次どっから来る？どっから？どこだ？来た！上！オッケー！よし！というかさ、何？光苦手なのかな？だってさっきまでさ、遠くからさ、ほらあなた、ウィガーディアン・レビオーサーってやつ、ふわーっと浮かされてたわけじゃん。そんなことせずに、あの、近づいてこずにさ、それで、浮かせて、生け捕りにしてしまったら、いやいや、にしろ！あれ？消えた。うお、にゃつーん。うん、来た！いけー！マリン、よし！ 3 回やったから、クリアでもない。3が違うってことは、これ5だな。あと2回だな。オッケー。さあ次どこに来る？スポットライト。オッケー、下。5回。また、なんかチューンってきそう。チューン、チューン。チュンチュンチュン。来た。これは違う。これも違う。次や。と、あ、違う。これか。あれ違うな。めっちゃフィントかけて、よってき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 て、近い近い近い、よ。なるほどな。あの光に照らされている瞬間っていうのは、敵は攻撃が仕掛けられないんだ。来た。よし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 。オッケー、クリア。しない。嘘、まだ ?5 回やったぞ。あれ威力が足りない？いけ！よし！あ！よし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 、鏡割れたってことはこいつクリアや。おー、こいつ多分ラスボスだよね。なんとかぶっ倒した。あれ？ちょっと待って、また腹痛起こしてるパターンかこれ。あー、やっぱりそうだ。鏡を持つことによるカロリーの消費が激しすぎたがゆえに、お腹が空いてるパターンのやつや。よし、いけ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 。でも食べるもんどこにある？まさかと思うけどさ、今近づいてってるんだけど、まさかとは思うけど、マザーミランダが今腕立て伏せやってるね。膝つき腕立て伏せやってるけど、今なんか右にスッて逃げてったぞ。よし、じゃあ行け。やっぱり、おー、ついに食物連鎖の逆転。おー、え、最初パン食って、なんか肉の破片食って、で生きたネズミ食って、で仲間食って、そして、うわー、血がドローンって出てる。
あら、あ、なんか奥に扉が出てきた。え、なんかいろいろ映ってる。動けないんだけど。うわ、ちょっと待って。え、振り向かないで。振り向かないで。なんか振り向いて目だけがふって。おお、なんか自分が操ってる主人公に一番恐怖を感じてる。あれ、あ、歩けるけど真っ暗。あれ、ちょっとライターもつけられない。あれ、ライター、ライター、ライター、仮面、あ、ちょっと待って、仮面ライター。あ、あ、あ、なんかチラ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 映ってきたね。ちょっと待って、めちゃめちゃ怖いんですけど。お、開いた。お、なんかチャー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 、なになに、どうなってる。あの、ゆっくりゆっくり歩いていってるんだけど。あ、これ今ちなみに自分で操作できてます。おお、お父さんとお母さんがいる。おお、なになに、殺したよ、リトルが。え、食事をしようかと思ったら逆に食われてるってやつ。ディメンターになってるやん、魂吸い取っとるやん。ちょっと早く、ビガーディアレビオさん、ビガーディアレビオさん、違う違う、ビガーディアレビオさんじゃねえや、違う、間違えた、エクスペクトバトルラブ、エクスペクトバトルラブして、死んじゃうよ、死んじゃうよ、千と千尋、顔なし、お父さん、お母さん、早く、エクスペクトバトルラブ、リダクトしないと、レダクトか。おお、どんどんやっちゃってるね、やば。え、なんでこんな覚醒してんの。もしかして、あの、さっきのマザーミランダが宙に浮かせてなんかチューチュー吸うやつあったじゃん、あれを今リトルが再現してやってるっていうオチ。はあ、なるほどね、なるほどなるほど。いやー、マジか、そういうことか。あれ、もう勝手になんか動いて、ちょっと勝手に登ってってるよ。まあ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 、いいんだけど、多分クリアしたっぽいよね。階段長。え、結局この世界何だったのっていうのがずっとこう疑問に思うところなんですよね。とりあえずなんかクリアっぽいけど、なんか全然レアかじゃない、しっくりこないクリアだな。いやー、仲間がいっぱい下に来てくれてるっぽいね。あ、来た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 。よくよく考えればこいつらもあれな、あれなんじゃないの、量産型組み分け帽子をみんな被ってさ、なんか一人一人がグリフィンダールとかレイブンクロー、スレザリンとか言ってそうだね。時々ハッフルパークって。あ、でも5つあるな。まあそれはどれもいいね。うん。にしてもまさか一番強かったのはリトルっていうオチだったとはね。また画面暗くなった。どうなってるこれ。ちゃんちゃん、あー、スタッフエンドクロジ、エンドクロジット、エンドクレジット終わりでございますね。はい、ということでね、今回も最後までリトルナイトメア実況ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。どうやらこれで終わりっぽいんでね。はい、でね、あまりにもストーリーとかその出てくるキャラクターとかのことを知らなさすぎたんで、ラストパート、このパートを始める前にちょっとカンニングでウィキペディアを拝見しました。すると多分、これ公式サイトとかに情報として載ってたのかもしれないですけど、どうやらこの巨大な船のことをモーっていうらしいですね。モーっていうのはなんかその動物の胃袋とかそういう意味があるらしいんですけど、まあまさにね、あの食肉、弱肉強食の世界描かれてたんで、まあそういうモーっていうのは名前としてふさわしいのかなと思います。で、僕がずっとあの、リトルリトルって言ってた、あの、レインコート着た主人公は女の子で、かつ名前はシックスっていうらしいですね。まあそのシックスっていうのが一体どっから来てるのかっていうのは、なんかいろいろ考察があるっぽいんですけど、ラスボスで出てきた着物着た女の人がレディっていうキャラらしいんですね。で、そのレディの娘なのか、それとも、一番下の妹なのかっていう説があるんですよ。で、その1、2、3、4、5、6の6人目の妹っていう、まあ、あれは6番目の女の子っていう意味もあったりするらしいですね。僕個人的には、まあ、ナイトメアってその悪夢っていう夢でこう自分のね、なんていう無意識のところで起こるやつなんで、第6巻っていう意味のシックスセンスのシックスから来てるのかななんて思ったりはするんですけどね。皆さんはどうお考えでしょうか。で、それから、組み分け帽子をかぶったお仲間ちゃんに関してはノームっていうらしいですね。ただこのノームが一体何なのかっていうのは全然わからないんだけど、まあ、とりあえずハグしたら仲間になってくれるから、
ありがたい存在だよねっていうところですね。それから、手長猿兼足短すぎる猿は、どうやらなんか管理人っていう名前らしいですね。これ、まあ、ウィキペディア情報なんで、本当にその管理人っていう名前なのかどうかわかんないんですが、なんか、現実世界が嫌になって、毛に逃げ込んできたらしいね。で、何なんだろうな。現実世界嫌すぎて、毛って、毛もすごく毛嫌だよねっていうね。くだらないね。はい。で、あとやっぱりシェフは、なんか、二人いたらしいですね。双子らしいですね。だからトイレとかベッドとかめちゃめちゃ近いっていう設定らしいですね。で、まあ、あと、千と千尋の神隠したちに関してはゲストっていう名前らしいですね。うん。で、あと、それからラスボスがレディっていう名前で、なんか、一応素顔じゃなくて、白い仮面を被っているっていう設定っぽいですね。で、自分の顔がなんか見にくいのか、好きじゃないのか、なんかいろいろ説はあるっぽいんですけど、自分の顔を自分も見たくないから、あの鏡バリバリの中で、って歌いながら、なんかずっと髪を研いでて、あのシーン完全にね、映画のリングみたいな感じだったんだけど、まあそれはいいとして、で、かつ、周りにも見られたくないから、管理人の目を覆って、だから耳だけで移動させるようにさせたりしたりとか、だから双子のシェフも、あれ、顔あるけど、あれマスクかぶってんすよね。だから、なんか口の下とか顎の下から手突っ込んで、なんか汗拭いたりとかしてたみたいなんですけど、あれで顔を見せないようにっていうので、マスクも被せてたというところなんで、まあ、レディの正体がね、一体何なのかっていうのは、いろいろとちょっと考察があるっぽいですね。ねえ、こういうのを知った上でプレイしてたらもっと楽しめたかもしれないですけど、まあ、終わってみてね、そういった話を見てみるっていうのも、あの時クリアした部分はこういうことだったんだっていう話が、まあいろいろとね、つながって面白いかなと思いますんで、まあそういった目線でね、また一番目のパートから見直していってもらえたら嬉しいかなと思いますね。ただ、唯一謎として残ってるのが、パート1で出てきた、足の長い、どう考えてもちょっと不自然すぎる自殺のしている男性のやつですね、スーツ着た。あれ不思議でしたよね。うん、だって椅子倒れてないし、そもそも靴履きっぱなしで死ぬっていうのも変な話だし、そうそう。だから別に首吊り自殺をしたことがあるわけじゃないんだけど、普通倒すときってその高さに合わせて紐をまずくっつけるじゃん。で、首くぐって、で、椅子をパンって倒して、で、その隙間で、足がつかないからプラ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 してっていう風になるはずなのに、そうなってないっていうのがね、うん、不思議な話ですよね。あれだからどうなってるんだろうね。で、あと、そう、リトルナイトメアっていう名前について、個人的に思ったことなんですけど、リトルとナイトメア、リトルっていうのが主人公のシックスのことを表していると考えるとですね、最初は僕、リトルズナイトメア、リトルイズナイトメアかと思ったんですよね。リトルにとっての、シックス、主人公にとっての悪夢のゲームだと思ってたんですが、どうやら、なんか食べるシーンとかをいろいろと見てると、逆じゃねえかと、悪夢そのものが主人公なんじゃないかっていうのを思ったわけですね。だから、リトル・オブ・ナイトメアなんじゃないかと。悪夢のリトル、悪夢のシックスっていうね、っていう意味合いになってくるんじゃないかなっていうふうに思ったんですよね。うん。だから、主人公自身がもうなんか悪の根源みたいなね、そんなところなんじゃないかなっていうふうには思いましたけどね。皆さんはどうですかね。だってさ、主人公がさ、こう仲間だと思ってたやつをいきなり食ったりとかさ、ラスボスをさ、なんか、まあ、ゼルダの伝説とかだったら、ガノンドルフに額とか胸とかにね、剣を突き立てて、なんかやっつけるみたいな、まあまあ、ニンテンドらしからぬグロさってあるかもしれないけど、でも、首筋食うってゾンビじゃないんだから、主人公がやるってゲームなかなかないと思うんですよね。だってあれ完全に、うなじっていうか首筋食ってましたよね、後ろ。うん。で、しかも、明るくなった瞬間に、なんだろう。もう体一面がもう真っ赤に染まって、床一面が真っ赤に染まってっていう、まあまあえぐい演出になってましたからね。で、しかもその後に、ディメンターがのごとく、ゲストたちの魂を吸って殺すっていうね。うん、ディベンターよりも魂吸うの早かったよね、完全にね。おお、すごい、日本語制作スタッフっていうのが流れてる。うん。っていうところなんで、まあ一番の悪夢はね、もうリトルだっていうことを考えたら、まあ僕の言うリトル・オブ・ナイトメアっていうのは間違いないんじゃないかなって
思うんですけどね。はい。まあ、リトルナイトメア2っていうのがこの2月ですかね。2021年の2月に発売されたばっかりっていうことで、まあそのキャンペーンかなんかで、今このリトルナイトメア1が、たまたまSteamで無料でやってましたんで、まあ、ちょっとやってみようかなっていうことで、まあ、有名なね、ゲーム実況者のオトジャさんとかこのプレイをやってるのを見たことが、出た、これあれだよね。レディが歌ってたやつです。結構怖いな、これ。うん、リトルじゃないや。レディが歌ってたやつですね。そうそう。で、まあ、オトジャさんが実況やってるっていうのを見て、まあ、これからそのオトジャさんがどんな風にクリアしてたのかなって見ようと思ったんで、僕完全これ初見でやったんでね。というところなので、まあ、もしかしたらまだまだ取れてない隠しアイテムとか隠し部屋とかがいろいろあるのかもしれないんですけど、まあ、そこもね、楽しんで、また2週目とか3週目とかちょっと気分が出たらやっていこうかなと思います。これ、でもなんかあれだね、キーボード操作むずいから、コントローラーでやった方がもしかしたら操作性良くて、スッスッスッって言ったかもしれない。何が難しかったかって、クリックを押したのに、リトルナイトメア、物をうまく掴んでくれなかったりとか、なんか、はしご登ってくれなかったりっていうところの操作性格なかなか難しかったってところですね。うん。終わったっぽいですね。これで、このまま元の、戻らないね。これなんだ。なんか、すごい長い。あれ船にいたんじゃないの？島だったの？船どこ行ったのよ。Thank you for playing. はい。こちらこそ、ありがとうございました。ものすごく楽しめましたね。特に最初の昼にやられるところとかなかなかスリルがあって面白かったですね。あ、戻るってあるね。じゃあ戻りましょう。めっちゃおならこくやん。リトルちゃん。まあ、そうか。本名シックスか。うん。リトルちゃんじゃなかったっていうオチですね。はい。ということで、あ、トップページ戻ってきましたね。うん。押すできるのか。チャプター選択ってあるね。てかびっくりマークあるけど。これどっからかなんかいけるのかな。楽しかったなぁ。お、チャプター選択。これラストステージかな？そうだね。で、千と千尋、ラストステージ、一番最初、なんだ？ゲーム選択。ゲームを購入する。あ、なんかエキストラコンテンツ的なのがあるのかな？なるほど、なるほど。エキストラコンテンツが3ステージほどあるみたいな感じなのかな？あ、そうそう。集めたメッセージ。なんかズームすると、ああ、なるほどね。ハグしたノームと破壊した人形じゃないや、なんだっけ。銅像か。ああ、まだまだ全然取れてないね。これなんかやってかなくちゃいけないな。銅像は全部倒してると。ここはクリアしてるっぽいね。なるほどね。了解しました。あ、そうそう、もう一つ気になったのが、最初のステージに出てきた、管理人がバーって出てきた瞬間あるじゃないですか。あそこで寝てた子供たちは一体何だったんだろうって思いますよね。あ、コンセプトアートある。ちょっと解放されてるコンセプトアートだけ見に行ってみましょうか。あ、そんなねえなってこと。めっちゃまだまだあれだね。あー、これ苦労したとこだ。ノーム。手中ザル。で、ソーセージ。で、千と千尋の神隠し。これはなんだ？歯磨き。以上ですね。はい。ということでね、今回もリトルナイトメア最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。またね、次回実況ゲーム応募お楽しみいただけたらと思います。次回ちょっとね、とあるゲームをしながら人生相談をするみたいな感じになっていますんで、またそちらもお楽しみに見てください。ではお会いしましょう。また次回お会いしましょう。バイバーイ。